謎のフード自動販売機が並んでいるらしい。さあ、リュウだよ。石巻市中里あたりにですね、謎のスポットができたということで来てみました。なんでも食べ物関係の自動販売機がめちゃくちゃ並んだ場所があるということで情報いただきましたので来てみました。一体どんな感じなんでしょうか、行ってみたいと思います。今日も美味しいもの食べるぞ。情報によるとこのシャトレーゼの脇の小道、その辺にあるということなんで、さあどんな感じなんでしょうか。お、なんだ、ここだ多分。お、すげえ。ウルトララーメン、ウルトラハンバーグ、ドヒエモン、ドヒエモンって何？木の屋の缶詰の自動販売機がありますね。ローストビーフとかスペアリブとかもある。なかなか自販機っぽくないメニューもありますね。今調べたら12月オープンということで、ただの自動販売機もありますね。ひとまずラーメン買ってみようかな。じゃあせっかくだからなんかラーメン買ってみようかな。ひとまずじゃあこの家系ラーメン買ってみますか。でラーメン購入してみますとこんな感じ。すごいなるほどね。要はこの麺とスープとチャーシューと海苔が入ってラーメンセットみたいな感じで出てくるわけですね。ラーメン買ったんで手作り焼き餃子も買っていこうかな。餃子売り切れでした。というわけでこのラーメンまず買ってみましたんで戻って作ってみましょう。リブだよ。じゃあ作っていきます。ななみちゃん、この動画どうだった？めっちゃまぶい。